こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は五目同情対安念です。これは行もまた前座もまた前五目同情対安念の下の句で、意味は歩くのも前、座るのもまた前である。話しても黙っても動いても止まっても体は常に安らかだということ。日常生活のすべてが禅の実践であり、それによって心身の安定が保たれることを表します。それでは今から五目同情対安念を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。